はい。では、悩み相談のね、お話が来てるんで、今日もね、お話ししたいと思います。先生、こんにちは。僕の友人が自慢話ばかりで、会うたびに疲れます。ブランド服や、いい女ができた、など、会うたびに自慢ばかりです。精神的に疲れて、脳やカッターのもやもや感、背中の筋肉が張ってバリバリです。何かいい対処方法ないですかという感じなんですけど。 そうですね。大学生さんですね。大学生さんはもう、その人嫌いなんだから会わなくていいんじゃないですかね。はい。で、嫌いだけど嫌われたくないって感情があるかもしんないですよね。で、嫌いなら嫌いで伝えるとかも、もしくはもう時間ないから会えないとか、バイトだとか言って、なんか言い訳つけて、 合わなくてもいいと思います。八方美人なんかね、なんなくていいと思いますしね。で、100人いて、100人、あの、大学生さんのこと好きかっていうと、多分、100人全員っていうのはすごい好きではないと思います。難しいことだと思います。ですので、大学生さんの時間は有限です。有限ですので、あの、しっかりとね、その自分の時間っていうのを大事にしてください。で、一生の時間っていうのが3万日って言われてます。 3万日。で、3万日なんで、例えば、今大学生さんが20歳としたら、360日かけたら、えー、っと、7300日くらいですかね。7300日。残り22700日しかないのに、その友人に1日取られるのは無駄なんじゃないかなと思います。 で、人生はもう社会人になるともう結構その時間っていうのは限られてくるので、仕事行って帰って余裕なくなってくると思います。で、その友人にね、嫌われたくないからっていうふうに思いに時間を使うのか、自分の時間自、自分の人生の時間のリミットがね、あの、特にね、あの、全然ないっていうふうに考えるのかを切り替えていかないと、後で損すると思います。で、 切ったらおそらく、その、緊張っていうか、イライラ、精神的に楽になると思いますね。交感神経が下がると思いますので、あの、脳疲労とかね、肩、肩、背中の、あの、張りっていうのもなくなると思うんで、あの、ぜひね、切ってみてください。